ラブライブ、ラブライブ、スクールアイドルプロジェクト、ラブライブスクールアイドルプロジェクトは、アスキーメディアワークス、ランティス、サンライズの3社によるプロジェクト、ラブライブ、シリーズの第一作。音の喫茶科学院を舞台に活動するスクールアイドルグループ、ミューエス、ミューズを主人公としたシリーズ第一作であり、シリーズの人気を確立した作品である。から、 電撃 GS マガジン編集部に美少女系企画の共同制作の提案があり、GS サイドから提案した3パターンのうち、サンライズも以前から検討していたアイドルものが咲いたくれた後、音楽要素が必要ということから、GS が過去に手掛けたシスタープリンセスにも関わったランティスの三角が決まった。2010年6月から GS 市場で連載が開始され、 同年8月にミュース、当時はラブライブ、名義のファーストシングル、僕らのライブ君とのライフを発売。その最高位はオリコンランキング167位であった。2011年に時田アルミ作画の漫画が GS 市場で連載開始となり、翌2012年にはミュースの声優陣によるファーストライブが開催された。こういったワンマンライブや、 リリースイベントなど担当声優による精力的な活動を通じて CD もリリースごとに売り上げを伸ばしていった。2013年には設定を一新したテレビアニメを放送。翌2014年にテレビアニメ第2期を放送。翌2015年に完結編となる劇場版が公開された。テレビアニメ化後は女性ファンも増え、2015年初頭のフィーフス。 ワンマンライブでは、埼玉スーパーアリーナのスタジアムモードで2日間にわたって開催して、延べ7万人以上の観客を動員するに至ったほか、第66回 NHK 紅白歌合戦に出場を果たすなど、社会的な認知も上がっていった。荒野桜子による小説シリーズ、スクールアイドルダイアリーが刊行されたのも、この時期である。2015年末のファイナルシングル、 コーメントリング発売、最後のワンマンライブと発表された2016年4月のワンマンライブ開催以降も、GS 史上の連載や、アプリゲーム、ラブライブ、スクールアイドルフェスティバルでの新規カード追加、アーケードゲーム、ラブライブ、スクールアイドルフェスティバル、アフタースクールアクティビティの稼働開始、スクフェス感謝祭でのイベント出演など、作品、キャラクター、声優の活動は、 現在も継続中である。本作に登場するキャラクターのほとんどが女性であるにも、かかわらず、女性ファンも多数ついた理由として、アイドル活動を通してぶつかる、様々な壁を努力によって乗り越えて、絆を深めていく、いわゆる、スポコン的な青春ドラマの要素が、本作にはあり、男女を問わず共感して応援できるコンテンツとして、受け入れられたのではないかという点が指摘されている。 本シリーズの作品は実在の地域を舞台にすることが多く、本作でモミュエスが通う音の木さか学院が東京都の人望町近辺にあると設定されていることから周辺の店舗や名所でのコラボレーションが盛ん、行われた詳しくはコラボレーションを参照。また、主人公、ほのかの実家のモデルとなった竹村など、コラボレーションは行われていないが、 実在の店舗や名所がモデルとなったり劇中に登場したりすることもあり、とりわけテレビアニメに登場した際はエンドクレジットで確かめることができる。また、ラベカ、ラブカ、またはラベカ、ラブカプラスというポイント制度が行われていたのもシリーズ中で本作品のみである。このポイントは商品に封入されるなどされたトレーディングカードに付属しており、 集めることで貴重な景品と交換できるものであった。カード自体も GS の読者投稿コーナーで採用されなければ獲得できないもの、複数の種類からランダムで封入されたものなどがあり、収集品の側面を持っていた。以下、特に断りのない限り、以下の略称を用いる、東京都千代田区にあるごく普通の女子高校の音の木坂学院。 地域の人々の思い出に育まれた歴史と伝統ある、この学院も時代の流れに分かてず、3年後に迫る学校統廃合の危機に瀕していた。そんな中、9人の生徒が立ち上がる。彼女たちは自らがアイドルとして活動し、学校の名を世に広め、入学希望者を増やそうと考えたのだ。今、少女たちとまだ見ぬファンのみんなで叶える物語イコール。 スクールアイドルプロジェクトが始まった。主に基礎設定。複数のメディアで共通する設定を記述する。各メディア固有の設定は別途記述する。突起ない限り、復帰された声優は、テレビアニメにおける担当を指し、また、声優の復帰がないキャラクターは、アニメボイスドラマ等、音声を伴う媒体でのセリフが一切ない。一部のサブキャラクターは、演出により顔の一部が描写されない。 通称、音の木坂学院、音の木、高坂ほのかなどが通う、秋葉原、神田、神保町という三つの町の狭間にある伝統校、女子高校であり、現在入学希望者は少なく廃校の検討が発表されている。GS では、明治期から始まり、創立115年を数える名門校として、地域ナンバーワンを誇っていた。制服は、 テレビアニメが始まるまで統一されておらず、冬服の青のブレザーのみが共通しており、ネクタイやスカート、夏服のワイシャツ等はキャラクターによって色や形が異なっていた。テレビアニメ開始以降はテレビアニメに準じている。テレビアニメでは1年生は1クラス、2年生は2クラス、3年生は3クラスとなっている。ネクタイの色は学年ごとに固定されており、1年生は 水色、二年生は赤色、三年生は緑色。部活は同好会でも設立には最低五人必要だが、その後は五人以下になってもいい。学園祭での行動の仕様は、ガラポンくじで決めるのが昔から伝統となっている。学校教育法上では、国立学校として分類される名称だが、本作では、学校法人が設立、運営する。 私立学校に近い性格を持った学校として描写されている。漫画では、序盤の冬服は GS の初期版に準じているが、夏服はテレビアニメに準じた統一パターン。色はモノクロのため不明となっている。部活動の新規申請の要件として、最低人数が9人となっている。全メディアに登場。本作の主人公、音の木坂学院を、 入学希望者の減少による廃校から救うため、学校の宣伝を目的として結成された、スクールアイドルグループ。グループ名の読み、ミューズはムーサに由来する。各メンバーのイメージカラーは、ミュースミュー、S メンバー基本データ一覧の項に記述。テレビアニメでは、アイドル研究部。漫画では、アイドル部に所属。活動の詳細はストーリーを参照。 またグループ内で3人ずつのミニユニットに分かれての活動もしているが、テレビアニメ、漫画、小説でのミニユニット活動の描写はない。電撃 GS マガジン2010年11月号でユニット名公募企画が行われるまで作品タイトルのラブライブをユニット名として紙面や CD で使用していた。また登場人物を演じる声優陣が 本作品の出演者として、ライブイベントなどに、ゲスト出演する際は、ミュー・エス・フロム・ラブライブ、というユニット名を名乗ることもある。シリーズの続編、ラブライブ、サンシャイン、においては、直接登場しないものの、登場人物によって研究されている。アニメ版では、本作のアニメ版の設定が引き継がれている一方、漫画版では、初期メンバーが3人かつ、 ラブライブ、初代優勝グループとなっている。上記のほか数学担当の男性教師、イノキ、地理担当の男性教師、北村、感激を過ぎた、英語担当の男性教員、ピーターソン、以上、小説、数学担当の男性教師、安田、古文担当の女性教師、岡野、音楽担当の女性教師、坂井、以上、漫画が、 登場人物によって研究されている。秋葉原にいまする周辺地域で一番人気のエスカレーター式の高校。現在も生徒をたくさん集めている。その校舎は秋葉原オックスビルをモデルにしている。漫画版では学園、テレビアニメ版では学院と校名が異なり、また漫画版では教学、テレビアニメ版では女子校と異なっている。漫画 テレビアニメに登場、ユッチ学院の3人組の看板アイドルグループで、ミューエスの強力なライバルとして登場する。漫画では、ユッチ生徒会長の策略で、ラブライブ、出場権をかけて、ミューエスと戦うことになる。ミューエスと直接面識はないため、対決自体の意味が見出せないことに悩みつつも、トップスクールアイドルとして、全力を尽くそうとする。テレビアニメでは、 第2期において、ミューエスと接触。ミューエスを評価しており、良きライバルとして戦い、また時折助言もする。劇場版では卒業後にプロデビューすることが決定するとともに、ミューエスが主催するイベントに積極的に協力する。本作品では、電撃 GS マガジンの読者や本作品のファンの投稿や投票によって展開を左右したり、 クイズ形式の企画が行われた。本説では代表的な企画を紹介する。本作品に登場するスクールアイドルグループのうち、ヒロイン全員によるミュー・エス・ミューズ3人ずつで構成されるミニユニットプランタン、ビビ、ビビ、リリホワイト、リリーホワイトのユニット名はいずれもユーザーからの公募で決定されているほか、ミニユニットのメンバー構成は コーサカホノカ、アヤセエリ、ソノダミミをリーダーに据えた3人構成という条件のもと、制作側が提示した5つの構成案から、ユーザーによる投票で、最多得票のものが選ばれている、可票参照。それぞれのユニットのメンバー構成や、発表楽曲は、ミューエス作品や、ラブライブのディスコグラフィーを参照。このほか、 本作品に登場する日本全国のスクールアイドルのグループ名も募集され、GS 編集部による選考の下、採用された。一部は実際にテレビアニメ等で使用された。電撃 GS マガジン2011年7月号から2014年5月号まで連載、GS 市場における本作品のファンページ、登場を望み、錦木や新姫、綾瀬エリが担当する。 ユーザーから投稿された文字ネタやイラストを掲載する。各投稿内容には、上記の3人以外のミュー、S メンバーのコメントも寄せられる。ボリューム10、2012年5月号からは、カラーページだけでなくモノクロページでも展開されるようになった。主要コーナーは、以下の通り。電撃 G、S マガジン2014年7月号から2017年8月号まで、連載。 のぞまきえりに変わる新しいファンページ。主要コーナーは以下の通り。電撃 G、S マガジン2014年7月号にて実施。U、S メンバー9人と12のテーマの組み合わせで投票を行い、結果に基づいて新作エピソードを制作する。2017年現在、結果発表等は行われていない。電撃 G、 S マガジン2014年7月号にて実施。公式イラストレーターの一人、清瀬赤目によるイラストを用いたグッズ案を公募。グッズは本誌や姉妹誌の付録、プライズ景品などとして販売された。結果発表スケジュールは歴史参照。電撃 G、S マガジン2014年8月号から2015年8月号まで連載開始。作詞や衣装などの段階で、 ファンの意見を取り入れ、一曲の楽曲を制作する。同時に、毎月楽曲制作についてのミュー、S メンバーによる一人称視点のイラストノベルを連載した。制作された楽曲は、ミは、ミューシックの、ミ。制作の流れは歴史参照。電撃 G、S マガジン2015年9月号から2016年6月号まで連載。ノベルと連動したクイズ企画で、 完全正当すると、ノベル冒頭の見開きイラストを使用したグッズを景品としてもらえた。ここでは、ユーザー投票によって決定した、ダンスフォーメーションでのポジションや、イメージがある、投票に占いポジションやユニット構成等を記載する。あなたと行きたい旅がある決定戦については、全世界で投票されたため、各言語版別の1位も掲載する。モバイルサイト、電撃 G。 S, S モバイルにて、配信、実施。その他、待ち受け画像、フラッシュ待ち受け画像、キボイスが配信されている。電撃 GS マガジン2011年12月号のプレ連載を、経て、2012年1月号から2014年5月号まで、掲載。以降は、電撃 GS コミックに移籍して連載していたが、ボリューム10、2015年3月号での掲載を、 最後に編集物号による救済が続き、その後、電撃 GS マガジンに再移籍して2016年3月号より連載が再開している。国立音の木坂学院を平行の危機から救うため、高坂穂香は剣道部の活動に打ち込んでいた。しかし大会で優勝しても状況が好転するほど大きな話題にはならなかった。失意のほの香は、 秋葉原を訪れ、音の木の生徒数現象の一員である、最新校、ゆっち学園を目にする。同校の要する校内アイドル、A ・ライズに魅了された彼女は、音の木の知名度を上げるため、剣道部を辞めて、自分もアイドルになると言い出す。幼馴染みの南小鳥、後輩の星空、林と彼女に引っ張られてきた、小泉海洋がすぐに賛同した。同じ剣道部だった、園田美美は、 ほのかの変身を責めたが、彼女が真剣であることを見て取ると、自らも仲間に加わる。しかし彼女たちにとっての最後のチャンスと言うべき、全国アイドルクラブコンテスト、ラブライブに参加するためには、9人の部員と顧問を揃えて、正式な部活を発足させねばならなかった。第一巻。超常現象研究会の会員を集められなかった、のぞみが顧問付きで合流し、 ラブライブの優勝者に与えられるユッチ学園の無試験、編入枠を狙うにし、木の誠姫と矢沢二子が加わったことで、必要な人数は、あと一人になった。一同は、綾瀬エ里リに期待をかけるが、彼女は、生徒会長職の多忙を理由に誘いを断る。第二巻。ラブライブ。へのエントリー申請を済ませ、楽曲や衣装制作に取り組むミューエス。そんな中、 近隣校の生徒会による合同会議で音のき坂を馬鹿にされたエリは学校を救うための行動をしなくていいのかと自問し始める。そしてミューエスの活動を見て思い直したエリはミューエスへの加入を決意。8人もそれを受け入れ9人となったミューエスはかねてより準備していたデビュー曲僕らのライブ君とのライフの PV をラブライブ公式サイトにアップロードする。 期待と不安に胸を膨らませるメンバーだが、アップロードの翌日に待っていたのは、メンバー以外の誰も PV に投票していないという、非常な現実だった。第3巻。ユッチ学園を訪れたエリとのぞみは、PV を見た、ユッチ学園の生徒会長から、ミューエスとエイライズとの勝負を持ちかけられる。負けた方は、ラブライブ。出場を辞退するという条件に、当初は乗り切れなかった。 エリだが、A ライズを利用してミューエスの知名度を上げられると、言うに、この説得で、勝負を受けることに。A ライズの実力を知る、ニコは、絡めての勝負方法を提案するが、エリとほのかの考案で、匿名での新曲発表による、動画再生数勝負、学校戦伝播フレットによる、知名度上昇度勝負、オタノキサカ、ユッチの生徒を50名ずつ招いて、 ステージバトルの三本勝負を行うこととなる。その勝負のための新曲を任されたまびめだが、知らず知らずにプレッシャーを受け、スランプ状態に陥ってしまう。第四巻。なんとかスランプを抜けたまびめが曲を完成させ、作業は作詞担当の海羊にバトンタッチされる。果たして匿名で公開された両グループの新曲は、片方が A ライズではないかというファンの憶測に牽引れる。 形で、ミューエスの曲も話題になる。しかし、特命曲の片方が A、A ライズだというネットニュースのせいで、勝負は A、A ライズに軍配が上がる。だが、ニコが、密かに作っていたミューエスの紹介動画をアップロードすることで、新曲に興味を持った視聴者にアピールするという手を、打ったミューエスは、次のパンフレット配布勝負に取りかかる。もともと有名なユッチに比べ、無名の音の木は、 パンフレットによる知名度アップという点では有利と踏んだミューエースだったが、第5巻、工術の同名小説シリーズを原作とした漫画家作品。ただし、性格やビジュアル、口調などがテレビアニメに準じている部分もある。電撃 G、S コミックボリューム1より連載中。作画、小田まっさる。電撃 G、S コミック2016年4月号より連載開始。 作画、柴崎昭治。本作品のアニメは、ニュースの CD に同梱される DVDBD に収録された PV と2013年から始まったテレビアニメの2つに対別される。制作はどちらもサンライズ。CD に付属する DVD に収録された PV は、2D 作画と 3DCG の合成アニメーションとなっている。5から6分程度の短いアニメに、 通常の30分作品以上の予算と手間がかけられており、2D と 3D を高いレベルで融合させた高品質なものに仕上がっている。また、この PV でキャラクターたちが披露するダンスをライブイベントのステージ上で担当声優たち自身が実演し、楽曲ごとに異なる各キャラクターのポジションやフォーメーションをも含め、ほぼ完全に再現する点が見どころになっている。 生身では困難とも思えるアニメ劇中の動きを実現させるため演者たちには一般的なライブ以上に密度の濃い特訓が課せられることもあるという。ュエスを主人公にしたテレビアニメラブライブは第1期が2013年1月から3月まで東京 MX 読売テレビテレビ愛知 BS11 にて全13話 第2期が2014年4月から6月まで全13話で放映された。続編として2015年6月13日に映画ラブライブザ・スクール・アイドル・ムービーが公開された。ラブライブスクール・アイドル・ダイアリーはミュー・ S メンバー自身が書いた活動日誌という体裁の手のひら編集。各章の末尾には日誌を書いた。 メンバー以外のメンバーから寄せられたコメントが添えられていい。電撃 GS マガジン2014年5月号において、続刊決定と電撃 GS コミックでの小田勝によるコミカライズが連載されることが発表された。付録として表紙イラストを利用したラベカが添えられている。続刊としてラブライブスクールアイドルダイアリー春色 バレンタインが2015年2月28日に発売予定であったが、数回の発売延期を経て2015年7月以降は発売日未定となっている。荒野、桜子、著、室田雄平、恩の夏、清瀬赤目、イラスト、角川アスキーメディアワークス。タイトルや法人名で五十音順に列挙する。号数は電撃 GS マガジンのもの。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。